山下智義4月1日から1932年4月8日は日本の海軍軍人医師。最終階級は海軍軍医少将。1882年、高知県長岡郡大杉村に山下佐吉の息子として生まれた。1903年12月、海軍将軍医候補生となり、海軍,軍医学校で練習学生として学ぶ。同年9月、 海軍将軍医に任官。同年12月、秋津島乗組となり、日露戦争に出生。日本海海戦などに参戦した。その後、高千穂松島、日清の各乗組などを歴任。1909年12月、舞鶴海軍病院付となり、新海防備隊軍医長兼、臨時建築部支部員などを経て、1912年5月から1年間。 海軍軍医学校で講師学生として学んだ。1913年5月、佐世保海軍病院付となり、八幡丸乗組みなどを経て、1914年12月、海軍軍医召官に昇進した。呉海軍病院、第二部長、舞鶴陽光病院長などを歴任。1928年12月、海軍軍医召召に進み軍令部出資となる。 同年12月に退名となり、予備役に編入された。1932年4月、50歳で死去した。ありがとうございます。